こんにちは、ナビゲーターの根岸雄介です。最近では子育てをするパパ、イクメンという言葉もすっかりおなじみといいますかね、一般的になってきましたけれども、今回の浜ナビのテーマは横浜で頑張る子育てパパです。10月は仕事と家庭を考える月間。横浜市ではポータルサイト横浜ダディや小冊子パパブックを通じて育児情報を紹介、働くパパたちを応援しているんです。私も早速このパパブックで勉強をしているわけなんですが、というのも実は私事で大変恐縮なんですが、実はつい先日第一子、元気な男の子が誕生しました。ありがとうございます。出産にもですね、立ち会いさせてもらいまして、僕をパパにしてくれた妻と、そして元気に生まれてきてくれた子供に本当に感謝をしています。で、出産の時はね、本当に男って無力だなというのを痛感させられましたので、これから家族を精一杯支えていきたいと思います。そんなわけで今回の取材、特に気合が入っております。子育てパパの輪を広げる活動や、パパ専用最新アイデアグッズを紹介。育児休業を取得し、3人の子供を育てるパパの日常とは。晴れてパパとなった根岸アナが横浜のイクメン応援情報をナビゲート。陸上リレー競技の国際大会、世界リレーが来年横浜で開かれることが決まりました。記者会見には2016年リオデジャネイロオリンピック 4×100m リレー銀メダリスト山縣亮太選手が出席し、慶応大学在学中に日産スタジアムで競技をした経験もあり、第二のふるさとでの活躍を誓いました。横浜市は商店街の集客力向上につなげようと、出店を希望する方などを対象に藤棚一番街商店街で見学ツアーを開催しました。参加者は空き店舗4カ所を見学し、条件や商店街の状況などについて耳を傾けていました。市では補助金を出すなどして出店を支援する方針です。浜ナビ、今回は横浜の子育てパパ応援情報を新米パパ根岸アナがナビゲート。さあ、最初にご紹介するのは、パパ友のはイキメンというキーワードで活動されている方ということなんですが、このイキメンという言葉初めて聞きましたね。どんな活動なんでしょうか。ということで、やってきたのはみなとみらいパシフィコ横浜内にある国際連合世界食糧計画 WFP 協会。こちらにお勤めの佐藤志門さんにお話を伺います。佐藤さんはどんな活動をされているんですか。はい、父親向けの子育て講座を開催しています。それ具体的にどんなことをされているんでしょう。はい、これから父親になる方や、小さい子供を持つ父親の方に対して、具体的な子育て方法だったりとか、父親ならではの、子育て方法を伝えるというですね、講座を開催しています。僕も子供生まれたばっかりなんですけども、やっぱ不安が、ね、はい、多いと思うので、はい、そういうのは教えてもらえる場所があると助かりますね。はい、で、実際佐藤さんはそれを、お仕事とは別にやってらっしゃるんですか。はい、そうなんです。月曜日から金曜日まではついにサラリーマンとして、職場に勤めつつ、土日や祝日を使って、もしくは平日の夜を使って、で、自分で立ち上げたこの活動を、やっております。佐藤さんは横浜市から父親育児支援業務を受託し、数多くの講座を運営する NPO 法人全日本育児普及協会の会長を務めているんです。実際この活動を始めるきっかけってどんなものだったんでしょうか。はい、7年前にですね、第1子が私生まれたことがきっかけでして、その時育休を7ヶ月間取ったんですね。おー、7ヶ月、はい、はい。で、その時に育休中にですね、赤ちゃん教室とか、
積極的に外に参加してみたんですけれども、うん、もう参加者50人の中で男性ただ1人とか、49人はママたちっていうような状況だったんですね。でそれがちょっと私としてはショックでしたし、なんかこの状況を変えたいなと、もっと父親にも子育ての楽しさを伝えていきたいっていう思いがあって、じゃあ自分が NPO 子育て支援の NPO を立ち上げて、それを広めていく活動をしようという、それがきっかけです。活動のキーワードの中でイキメンという言葉があると思うんですが、はい、イクメンはもちろん知ってるんですが、イキメン、これはどういう意味ですか？はい、イキメンの域はですね、はい、地域の域なんですね。地域の域、はい、はい、地域で、さまざまな活動を積極的に行う男性のことをイキメンというふうに、呼んでます。それは実際そのパパを支援する活動の中ではどういうふうにつながっていくんですか？はい、そうですね、子供が生まれて父親になってくると、地域との関わりってすごく多くなってくると思うんですよね。そこで、まあ、地域の方たちとその一緒にボランティア活動をしたりとか、子供を巻き込んで、近所のですね、子育て世帯と家族ぐるみでつながったりしていく、まさにそういった社会的な貢献活動を総称して、まあ、イキメンの活動というふうに呼んでます。そういうことだったんです、ね。はい、そのイキメンの活動っていうのは実際どこでやってらっしゃるんでしょうか？はい、さまざまな場所で行われることが多いんですけれども、うん、よく行われる場所としては、うん、地域の子育て支援センターとか、はい、ケアプラザとか、うん、あとは小学校とかにですね、はい、実際にこうパパたちが読み聞かせのボランティアに行ったりとかも、イキメンの活動の一つになるんじゃないかなと思います。実際父親育児支援講座ではどんな活動をしているのでしょうか？葛ヶ谷地域ケアプラザで開催されたハッピー父親育児講座を見学に行ってきました。この日は自身も2人の子育て中の小田ゆずる講師が担当。子育てがもっと楽しくなる極意やパパ友を作る秘訣、絵本の選び方、楽器を使った遊びなど、参加者は真剣に耳を傾けていました。そんな小田さんの活動のきっかけは、自分にやっぱ子供が生まれた時に、まあ子育てに関わりたいと思っていたんですけども、ただやり方を知らなくて自己流でやっていた結果、パートナーからダメ出しをされたりとか、辛い思いさせてしまったりとか、結構うまくいかないことがたくさんありまして、で、なんでうまくいかないのかなっていった時に、自分でいろいろ調べたり勉強したりした結果、では結局それを習っていないし知らないっていうことが一番大きかったんですね。なので、でこれは多分世の中のパパたちも同じ思いを抱えてるんじゃないか、同じ悩みがあるんじゃないかっていうところで、ぜひ子供が生まれる前とか、もうお子さんが小さいうちにもうどうすれば楽しく育児ができるのか、子育てができるのかっていうのを学べる環境を作りたいっていうところで、活動しております。さらにこういう講座に参加をすることで、同じように参加をしてくるパパたちとのつながりができてきます。でそれがパパ友っていう形になって、会社だったり友達以外の第三の新しい居場所、つながりっていうのができてきますので、そのつながりは、まさに子育てをきっかけにできた新しいコミュニティになってきます。でそのコミュニティは子どもが成長して自立してもずっと残っていく地域のつながりとしても残っていきます。パパ友作りの場としてもぜひこういう講座、パパ講座をご活用していただきたいと思っております。ママ友っていうのはね、もういろんなところでコミュニティがあるのはよく耳にもするんですけれども、はい、パパ友っていうのはね、これからどんどん広げて、はい、そしてそれがイキメンにつながって、はい、自分のためにもなるし地域貢献、社会貢献にもなるということですよね。まさにその通りです、はい、ぜひ根岸さんもですね、子供が大志が生まれたばかりですけれども、はい、これからぜひ地域の活動にコミットしていって、はいはい、たくさんのパパ友の輪を広げてですね、子育てを楽しんでいただければなと思います。わかりました。じゃあイキメン目指してまずはパパ友作りから始めていきたいと思います。このような活動を行っていることに
勤めている会社の反応は？事務局長の鈴木さんにお話を伺います。まずこちらはどういったことをしている組織なんでしょうか？はい、国連 WFP というですね、国連の機関の中で食料支援を行っている団体です。世界でですね、食料に困っている人たちに食料を届けるというですね、活動を日本の民間からの支援を取りまとめるというのが NPO 法人としての国連 WFP 協会という形になってます。佐藤さんがこちらで仕事しながら子育ての、はい、NPO の活動もされているということに関してはどんなふうにご覧になってますか？はい、こういったですね、人道支援団体ですから、やはり何といってもそこで働いている人たちがやっぱり生き生きと、していてほしい、充実した暮らしをしていてほしいというふうに考えてます。佐藤さんのようにですね、いろいろ活躍していただいている、輝いているっていう言い方なんでしょうかね、そういう方に私どもの職場にいていただくということは私ではとてもいいことだと思ってます。この組織の中での、はい、その子育ての支援だったり、はい、そういった動きっていうのはどんなものがあるんでしょう？はい、小さな組織ですから、大企業のようにとてもゆとりのあるようなですね、福利厚生というのは望めないんですけれども、ただ制度としては例えば育児休業であるとか、あるいは、子育てのため の休暇という制度も、制度としてはもちろん用意してあります。実際に働いている人が仕事も家庭も、社会生活も、それぞれうまく回していけるようにという形での運用を心がけているようにでやってます、はい、やっぱり働く場所がそういう考えを持っていてくれていると働く人は安心ですね。そうですね、やはり我々の組織、例えばボランティアの方に随分お世話になってます。やっぱりボランティアの方もワークライフバランスという意味で仕事もがっちりするし、自分の生きがいという意味でいろんなボランティアもやっていただける。じゃあここにいる職員がそもそもそれができてない、それはおかしいなというふうに思ってます。そういう意味でやはり佐藤さんのようにですね、やっぱり仕事もちゃんとできて、子育てもできる、自分の社会活動もちゃんとやっていくっていうのはある意味では私どもの団体では範となるような活動をしていただいているのではないかというふうに思ってます。実はそんな佐藤さんがイキメン・イクメンのことを考えて横浜の企業ワンスレッドと共同開発したものがあるんです。それはこちらのバッグです。バッグですか？はい、これは普通の斜め掛けのバッグですか？はい、そうなんですけれども、はい、ここにですね、15キロまでのお子さんであれば、乗せられるというですね、すごく耐久性に優れたバッグです、はい、その他にもですね、チャックがたくさんありまして、いろんなところにこういろんなものを入れられる、機能がついてまして、あと中にはですね、哺乳瓶を押さえておく、はい、物をちゃんと仕分けられるように作ってありまして、結構雨の日とか、はい、子供がぐずってしまった時に少し子供を乗せて、置きたい時とか、いう時にこのバッグの上に少し子供を乗せると楽ですね。なるほど、はい、これはそのパパ用のバッグなんですか？そうです、はい、通称パパバッグと呼んでます。パパバッグ、はい、世の中のパパが前向きに子育てができるようパパ用のアイテムブランドパパこそを立ち上げ、このバッグを製作したそう。実際これ使ってらっしゃるんですか？使ってます。どうですか、使い勝手は？楽ですね。楽ですか、はい、ただ、はい、一つ子供がこれを見ると、はい、もう抱っこ抱っこと言い出して、ね、いいじゃないですか、もう、はい、すごく食いついてきます。狙い通り、はい、狙い通り。わかりました。じゃあちょっとこれ実際なんか使ってるところも見たい気がしますね、はい、ぜひ使ってみてください、はい。こちらのバッグは子どもや子どもの産み育てに配慮した製品サービスなどを表彰するキッズデザイン賞のデザイン部門を受賞するなど高い評価を得ています。実際にはどのように使うのか、保育園のお迎えにご一緒させてもらうことに。こんばんは。
あ、乗ってるね。乗ってる。乗り心地いい。ちょっと眩しい。眩しい。歩いてご自宅へ向かいます。保育園のお迎えに同行させていただきまして、実際家にもお邪魔させていただいています。ありがとうございます。どうですか、すごい安定感ね。でお父さんもすごくこうなんだろう、楽そうというか、歩いてきてる時も抱っこしてるのにも随分腕の負担なんかはないんじゃないですか。そうですね、うん、もうだいぶ楽ですよね、うん、普通に抱っこするよりは、はい、こうやって乗っててもらった方が楽です、うん、快適ね、すごい座り心地良さそうで、ずっとちょこんと座ってますけど、これ僕ちょっとまだ自分の子供も 1,2 回しか抱いたことがないんです、はい、ちょっとこれを使って抱かせていただいてもよろしいですか。もちろんです。いいですか、ありがとうございます。根岸アナ、今後の子育てのためにパパバッグを使わせてもらうことに。リホちゃんが協力してくれました。いやごめんね、ちょっとパパじゃないんだけどさ。よいしょ、はい、ほら、あ、乗れた。お、楽楽、ほんと全然片手フリーですよ。どう2個は楽楽ちん、快適、パパじゃなくても大丈夫そうそう、今後もこういった製品の開発は続けていかれるんですか。はい、いろんな商品とですね、子育てを通じて、うん、コラボレーションできたらいいなっていうふうに思ってますので、うん、はい、企業の皆さんからのオファーもお待ちしております、はい、いや本当にこれいいな、ちょっと僕ももうちょっとね大きくなった時にゲットしたいなと思います。パパ&ママ140人と考えた理想のパパバッグ、横浜から発信する子育て応援ブランドパパこそのサイトから購入できます。続いては今まさに育児休暇を取得し子育てを頑張っているパパの日常をご紹介します。やってきたのは勝間直之さんのご自宅。勝間さんは最近3番目のお子さんが生まれたばかり。そして今回初めて育児休業を取ったんだとか。特にまでお邪魔してしまってすいません、ありがとうございます。よろしくお願いいたしま す、はい、今は日々育児休暇を取ってどんな毎日を過ごされてるんですか。そうですね、まあ上2人も5歳と3歳男の子が2人いるんですけども、まあ、そのまず身支度から僕の朝はスタートして、で起こすとこからですね、なかなか起きてくれないので起こして、まあ、着替えさせて朝食取らせて、まあ、保育園に送り出すまでが、送り出すとやっと一区切りという感じです。そこからは三男との触れ合いの時間、まあ、あとはやはり妻がまだ産褥期という時期でもあるので、やはり家事の時間にそこからはなる一日ですね。その中で、はい、育児休暇を取得しなかった1人目と2人目の時と、はい、今回ってどんな違いがありますか。まずはですね、やはり生まれたばっかりの子供に接する機会がやはり増えたことです。日々やはり新生児って変わって表情を変えてくれるかと思うんですけど、そういうのをこう日々日々見ていられるっていうのはやはり幸せなことだなと思っています。やはりこう仕事に追われている時は少し時間切羽詰まっていて強く当たってしまうこととかあったりしたんですけど、やはりまあ休業中でやはり少し心のゆとりがある中で、上2人に対してもゆとりを持って接することができたりすることは、やはり家族にとってこう平穏な時間が流れるというか、そういった意味では育児休業良かったなと思っています。生まれてすぐともう10日経ってからの写真を見たりしても顔がやっぱりもう違うんですよね。違いますよね。だからその日々変化をずっと見ていられるのは羨ましいなって今思いました。そうですね、まあ、育児、まあ、父親母親が手をかけられるのも、うん、まあ、ざっと10年ぐらいだと思っているので、うん、その間の半年1年でもですね、やはり子供にしっかり対峙できるっていうのはすごい幸せな時間だなと思っています。三男の空くんと触れ合いながら夕食の準備を手際よく進めた勝間さん。
その後は長男、次男を保育園へお迎えに。そして、お、来た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 、おかえり、お、元気元気、いや、眩しいねえ、取って、ただいま、ねえ、黙っていってよ、はい、どうぞ、さよなら、お腹を空かせて帰ってきた子供たちの夕食は、大好きなハンバーグとお芋のプレート。さっきさ、パパがさ作ってたよ、一生懸命、入れるかな、こんな大きいの食べられるの、お、うん、お、おいしい、おいしい育ち盛りの子供のことを考えて、栄養のバランスを考慮し、食事を作ることを心がけているそうです。元気いっぱいの2人と遊んで、もう何年か先の予行練習ができたような気がしますけども、和真さん、はい、すいません、お食事中に。とんでもないです、はい、どうですか、改めて、まあ、はい、僕もそうですけども、はい、新米パパだったり、こう子育てを頑張ってる皆さんに、はい、もう3人をね育ててらっしゃる和真さんから、アドバイスありましたら何かお願いします。まだね、父親としてはたかだか5年ぐらいで、アドバイスもないんですけども、あの、やはりこう完璧を求めてしまうと、どうしても夫婦で息苦しくなってしまったり、きっちりやんなければっていうことで子供に強く当たってしまったりすることが、まあ、今でも正直多々あるんですけども、それよりも、あの、夫婦揃ってパパとママが笑顔でいられるような家庭環境を子供に提供してあげることが一番、あの、家庭円満につながるのかなと思っています。実際にね、これだけ経験されている方の言葉ですから、ずっしり響きました。それを胸に僕も子育て頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さあ、今私が見ていた横浜ダディ、横浜で子育てを頑張っているパパを応援する情報がたくさん載っていますから、皆さんもぜひチェックしてみてください。さあ、そして、いつもおはがき、メールをいただいていますが、ありがとうございます。今回もいただきました。都筑区の西村さんより、先日の市場の会をご覧いただき、お便りいただいています。ご紹介します。横浜市中央卸売市場の中を初めて見ることができ、目利きの凄さを感じました。機関紙横浜も早速購入しました。市長対談の続きも詳しく載っていて、楽しく拝見していますとご感想をいただきました。ありがとうございます。こちら、機関紙横浜では浜ナビで紹介できなかった情報もたくさん載っていますから、こちらもぜひ見てみてください。番組へのメッセージお待ちしています。ご覧の情報も募集中です。採用された方には番組特製クリアファイルをプレゼントいたします。さあ、今回の浜ナビでは、横浜で頑張る子育てパパをご紹介してまいりました。そして最新のイクメングッズも紹介してきました。今回実際ですね、イクメンとか、あとは、まあ、パパ友とかですね、言葉は聞いたことがあったんですが、実際に、まあ、子育てをしている現場、お宅にお邪魔をしたりですね、子育てパパにお話を聞いたり、また実際に子どもたちと触れ合って、子育ての大変さも、そして楽しさも、いろんなことが、私もこれから子育て目の前に迫ってますからね、本当に勉強になりました。そして横浜市では、このパパブックを通じて、子育てパパ、そしてこれからパパになるという方のために役立つ情報をいろいろご紹介しています。私もこれからこの本を読み込んで勉強していきたいと思います。